ていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発菅野がマツダスタジアム1回の表。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、初球打ち、バッターは2番に入っている山田。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上菅野、そしてキャッチャーは小林。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制。いやボール、最初は変化球できました、ボールになります。次が2球目、ボールになります。ボール先行です。インサイド打ち上げました、センターへ打球伸びる。打席には4番バッター柳田。ツーアウトになっています。初球ボール。改めてお聞きします、この柳田どういうバッターなんでしょうか。まあ、非常に柔らかいバッティングで、どの方向へも強い打球が打てるんですよ。ああ、そうですか。これが3球目、インコース詰まりました。さあ、これからベイスターズが守備につきます。亀井が打席に入ります。まずは追いつくためにも、この先頭バッターを出していきたいところです。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば同点。いや、完璧。バッターは2番に入っている丸。ジャイアンツホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点。初球打ち、クリーンアップが登場します。バッター原、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここは左ピッチャーなんでやりにくいのかもしれません。打った。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入ります。さあ、一打勝ち越しの場面となっています。まあ、リードを奪っておくことで試合を優位、ベイスターズピッチャーが変わります。一打、バントしました、三塁方向。さあ、そして打席にはラミレスが入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、チャンスが続きます。まあ、ここでつないでなんとか勝ち越しに持っていきたいですね。なるほど、そうですね、ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか。中途変化球打った。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、ここではしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですよね。このスライダーは外れます。さあ、3球目は何か。もう一回インローに持ってきました。まあ、ピッチャーからすれば今のは振らせたいボールですね。ここは見極めました。このスライダーは外れます。これで3ボール。左中間へ持っていった、ジャイアンツ勝ち越し。打ちました。ついに最終回を迎えました。追いかけるベイスターズの攻撃、バッターボックスには指名打者の丸。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。初球ボール、インサイド落ちました、ワンボールワンストライクです。胸元へカットボール、ワンボールツーストライク。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど、さあ、キャッチャーどこに構えるか。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。インコース詰まりました。6番バッター甲斐。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。
た。バッターは7番に入っている中田。ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。落ちる球を持ってきました。次が3球目。打ちました。これで3アウト。試合終了になりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあ、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。